ヘアサロン、コモリ。豆っち、親父っち。あ、他にもいいのね。何がいましたっけ。ちょうどピンポイントの豆っちしか覚えてないの。ゲームやってたんだけどね、プレステの。プレステの卵っちやってたの。そう。そんなありましたっけ。実はあるのよ。さあ始まりました、ヘアサロンコモリ、美容師芸人のコモリギャソンです。チキン一致しすぎですって、シンクロしすぎですって。しすぎでなんか文句言われることあんの。そんな合わせなくていいんですよ、ここリズムゲームじゃないんだから。 しないで怒られることはわかるけど、はい、して怒られることなんて一つもないから、シンクロって。はい、本日のお客様、トンツカの森川さんです。するな。お願いします。お願いします。いやー、暑いですね7月、8月みたいな始まりですけど、はい、今11月の6日ですからね。これなんて言うんですか、秋、まだ何年ですか、夏が伸びるみたいな。夏、残暑、残暑ですかね、これは。そういう言い方ですかね。残暑にしてはもう結構な時期でございますから、はい、まあ今年はね、暖冬って言われてますよねはい、暖冬、暖冬、今、まあ今年はね、はい、暖冬、うん、今暖冬なんですか。そうですね、はい。おもろいですね。どこかだよで、なんか覚えたんですか、その暖冬って言葉。いや、もう全然前からしてる。日本語ですか。好きな日本語、暖冬ってどういうことだよ寒いの苦手な人だったの、うん、暖かい風にね。じゃあ今日もちょっと撮っていきましょう。お願いします。先日すいません、急に電話して。あなた、ああ、落ち込んでることもね、やっぱ森本さんもあるんですね。まあ、今悩み事とかあるんですね、森本さん。そんな要件じゃなかったですけど。え、なんか相談、仕事うまくいかないみたいな。どう、あ、いやいや、全然。どういう立ち振る舞いで。仕事中でした、なんだったら。あれ、そんな電話でしたって。はい、テレビに今後どういう振る舞いで俺行こうかなみたいな相談じゃなかったですか。まあそうだったとしても、はい、あなたじゃないかも。電話するの誰ですか他にいます。いっぱいいるわ。え、わかんないですけど、まあ今の一番じゃないかも。ああ、まあ順番がいろいろあるから、うんうん、確かに。あれ、あれ、そうだそうだ、電話かかってきた、はい、あれ、それさっき見口座見たらまだでしたっけ。あれ、まだですよね、多分。いつ頃ですかあれ、振り込みギャラの。ないわ。え、申し訳ないけど下手くそ。え、下手くそ。痛い、膝。下手なのに負傷もするんだ。え、いや、なんか仕事中、僕仕事中で。何中だったの。いや、髪の毛切ってる最中。あ、そうだったんだ。まあ、ちょうど空いた時間で電話かかってきて。じゃあ大丈夫じゃないかじゃあ仕事じゃない、ちょうど空いてたな。まあまあまあ。いや、まあ何が起こったかって説明すると、はい、タイマー森本ってね、YouTube チャンネルの収録中に、はい、GAG のね、福井さん、はい、が、来てくださったんですけど、はい、が、もうバリカン持ってきて、ちょっと、清潔感を出したいから、はいはい、これで清潔感のある髪型にしてくれ。え、はい。って言われて、はい、でも森本君に任せるみたいな感じで言われて、はい、でちょっと普段別にその切られることあっても切ることなんてないから切り方わかんないよみたいな話になって、はい、普段誰に切ってもらってんの、はい、いや後輩に切ってもらってますみたいな、その子に電話かけるとかしてもらえるみたいな、でちょっとまあかけてみますけどつってアドバイスをもらうために一か八かにかけたら出てくれてね、はい、そう。で、なんか切り方を教えてくれみたいな。そう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 。もうすぐ、え、ちょっと、どうやって切ってるつもり、うん、みたいな。こっちも世間と温度差すごかったですよ、ね。世間。こっちの世間と温度差。一人でしょ、あなた。もうさ、え、冷めてますよ。こっちは、そっちはもうロケみたいな。あ、うん、今、なんか、みたいな。うん、こっちは、はいはい。今、仕事中だから、こっちは。まあまあ、それは申し訳ないよ。仕事中だったのね。まあまあ、合間だったからね。僕がすごいすぐ気づきました。
やっぱ普段森本さんからかかってくることなんてないから、まあ、電話かけないもんな。すぐ出て、もう1秒で察しましたね。もうこれは何かやってるな。何かだ。もう聞くのも野暮じゃないですか。もうすべて受けるよと。いや助かったわ。はい。一応できましたか、だからこう。一応ね。了解。じゃあ、だからちゃんと ちょっと覚えて帰ってください。これ一応説明。いやいやもうないわ。あんな機会。いやいや、でもその、聞く自分のことも知らないのおかしいじゃないですか。だからまず4ミリなんです、これ。4なんだ。4ミリ。で、サイド。まあ、高さも決まってるんでね、この、もう、前のデータが。いや、これはね、なんとなく覚えてたから、結構グイって刈り上げたわ。結構どうでした、やった感じや、この刈り上げした感じ。刈り上げ気持ちよかったね。気持ちいいですか？怖さとかなかったですか？結構行きませんよって。行くね。ただ、これ毎回見てるから、その、あ、結構行っても、まあどうせ上で隠れるしっていう思いがあったから。そう、だから失敗してもまあいいかって感じですか？最悪ね。僕もそれ、そう思ってやってますね。お前はそう思っちゃダメだろ。お客さんとか、まあ隠れるしな、ここは。まあね。何でもいいから、ね。こっちは5ミリなんですよね。変えてんのかよ、左右で。プロだからそこは。どういう変化なの、その1ミリ。プロだから。プロじゃなさそう。そっちも読んでやっちゃった。いや、そりゃそうでしょ。ここ5ですよ。全然違う髪型になるから。全然違う髪型にはならんと思うけど。アシンメトリーの僕作ってますから。昔の堂本剛さんみたいな。注文してないけどね。足目で。足目でお願いします。こっちが4ミリ、こっち5ミリっていう。もう髪伸ばしたくないですよ、これ以上。かゆいんですよ、ここは。かゆいんだ、そこも、はい。そのぐらいの長さになると。それは、はい、もうちょい伸ばせば、かゆさゾーン。うん、どうなんですか、僕も伸ばしたことないんです。ここが今新記録なんで。毛先なんじゃない？でもここじゃないですか、さっき。ここもついてるから、もついてるとこついてるんですよね。そうなの。じゃあ、合ってないの、普通に。か、慣れてくるのか。やだな、その髪のかゆさ。はい。でも、そのキャラクターで伸ばしてるわけでしょ。まあ、笑いのためですね、すべては。はい。まあね、今、芸人さんとか坊主にしますから、笑いのためにもね。相席食堂でガーってやったりして、ね。相席食堂ぐらいだよ。僕もやっぱやんないと。頑張って伸ばすやついねえよ、それ努力です、それはもう芸人として負けてらんない。あれ、どこまで伸ばすんだっけ。まあ、あと2センチぐらいです。そんな伸びてそんな長くはないね。まあでも、ね、もっと長い人いっぱいいるね。笑いのためなんで。受けんのか、それ本当に。あと2センチで、まあ、M1 は落ちましたけど。落ちてんじゃないか。だからまあ、から長さが足りなかったんですよね。あと2センチ。あと2センチ。来年は多分行きますよね。小森の2センチ、はい、もっと行ってたら、だから純潔はこのぐらい絶対あった方がいいですよね。順々まで行くぐらいだったら。それが順。はい。決勝は？決勝はだからもうここじゃないですか。まあで伸ばせば行けるってこと？行けるでしょ。さすがに甘く見すぎじゃない？大丈夫？いやいや、案外そういうもんですよ。金属バットさんとかも長いし。まあね、うん、いやまあ長さ、あの長さでちょっと怪しい雰囲気出てるけどね。あれが短パンこのぐらいだったらどうすか。友達さんこのぐらいだったら、まあちょっと嫌だね。嫌ですよね、それは僕今やってる状態です。ああ。嫌じゃないですか。ザジーさんどうですか、このぐらいだったら。このぐらいでフリップ抜けてきた。その長さが一番嫌かもね。そうなんですよ。だからもうしょうがないんですよね。今年はまあ捨てというか、まあもう完全に捨てですよ。もう分かってたんだ。分かってました。髪が短いんだもん。致命傷でしょ。でもそれこそ、そんなおじりやつも髪じゃないけど、ハリウッドザコシショウは、決勝行く前の年までずっと白いパンツだった、白ブリーフみたいな。で、決勝行った年にから黒にしたら、受けの量が段違いになって決勝行って優勝しちゃうっていう。へ、え
そんな些細なことなんだっていう。確かに、まあ、ただもうちょい結果良かった時はもうちょい短かったですよね。だから今一番良くない長さになっちゃってる。ああそうか、こう短くするか長くするかしないといけないってことじゃない、分かんない。その言葉信じてちょっと伸ばしてみて。僕に責任なすりつけるの。髪が長いとまとめただけだからね、その髪データを。すんごいすんごいですね、黒い黒い、うん、これすごいね。酒のつまみかと思いましたよ。はい、これ見てください、酒のつまみかと思う。皆さん、酒のつまみ僕だけかな、お酒飲まないからピンとこないかな。飲まないか、あウイスキーに合うんかいって言いそうになりましたよ。ああ、うん、って言うべきだったってことね。はい、すごい。いやでももう今日で、ね、11月ですね。1日みたいに言うな。だって6日ですよね、今日。ああ、だから今日でもう11月、ね、今日でってなんだよ。11月じゃないですか。11月になりましたよ。うん、どうしましょう。はい、今月は今月11月え、嘘え伝説の、そうですよ、嘘でしょいや嘘じゃないですよ、11月そんな嘘でしょ。いやいいよ、ちょっとさ一旦置いとこう。11月18日がなんだよ。伝説の日じゃないですか。何伝説の日って。伝説の男が生まれた日合点しますか誰伝説の男なんていないよ。伝説の男が岐阜に生まれたじゃないですか。その時点ちょっと伝説じゃなさそうだよ。 GIFU 岐阜 SAGA 佐賀みたいに伝説の男、まあ、全部花さんじゃねえかよやってることを。ガッツこもりギャルソンがガッツいらねえ生まれた日です。え、もう1年経つの。そうですよ、毎年誕生日プレゼント買わされてるけどさ。買わされてるってなんすか僕も嫌ですよ、そんな買わされてるって言われて言わされてしっかりとしたもん買わすじゃん。いやいや、だからそうですよね。え、待って、加湿器だよね、前回。はい、あれから1年経った、しだしました。やばなんすか、やばって。バリカンから2年。いや、バリカンから2年です。いかつ、どうします、なんか今年除湿したいんですけど。ふざけんなよ、お前いや、なんかすんごい湿度が。ふざけんなって。いや、ふざけんなって言われてもすごい湿度が。なんか買えよ、その炭みたいなの炭あるでしょ、湿度すぐ炭みたいな。水で理解するためですね。なんで習字やらせるんですか、僕に。いや、その炭じゃねえよ、別に。何やってタトゥー流行ってるけど。その炭じゃねえよ。炭に置けないやつだぜ。その炭じゃねえよ。自分、参加して進出するか、このやつ。国の言葉はそれと。参加して進出。なめんな、今の漫才のレベルそっか、いや、そう、まあでも大体もう欲しいものはもう全部手に入れちゃってるからな。そうだったのか。それマンションとか車とかになっちゃう。いや、もっとあるだろ、その道中持ってないもの。カーマー、あれは、あのブームなくなったの、カードブーム。ああ、カードも一個ちょっと候補に入ってますね。それやりに行くっていうのもいいけど、ね。ああ、うん、僕もだから自分ではまだやったことない。もうほぼ現金だけどな、それ。何カード、それはマジで良くないですよ。カードを現金って。じゃあ、そのガチャでしょ。ガチャです。ガチャやりに行くってことでしょ。はい、ほぼ目の前で現金渡してるようなもんだけどね。カードを。じゃあそれでカードで、うん、別に売らないんだっけ、あなたって売りたい人なんだっけ。
もっと来たい人なんだ。売りたい人だったらもう転売屋になりますけど。売りたい人はマジないじゃないですか。ああ、そうか。まあまあ、じゃあ。カード1枚で買って、高いの出たらすぐ売りたい人ってなったと。いや、じゃあそれやりに行く？ああ、それいいですね。うん、それなんかエンタメ性もあるし。うん、いくらくじみたいなのありますか？え？何円くじみたいなのあります？何円くじがあるんだよ。僕見たの1万円くじとかって見たもんね。1万、3万、5万とかに多分持ってくると思う。いや、それ裏のやつじゃないの。裏レートでやってるでしょ。いや、子供とかやってるんですよ。やれるか、子供。小遣い貯めて。いや、今の子供ほんとそうっすよ。怖えよ。怖いっすよ。自販機に万札入れるの怖えよ。でも僕もびっくりしたの。この間ほんとに中野で、うん、自販機の前で小学生3人ぐらいいて、うん、女の子が。うん、一人の女の子が二人になんか1000円渡してて、どういう仕組みかわかんないですよ。そのなんかわかんないですけど、三人で自販機を押して、これ出たって言って、まあ全然外ればっかり。で、またなんかやって、何回もやってたし。いやー、だって、中野小学生ってやっぱすごいなと思って。1000円だってもうすごい価値じゃん。しかもやっぱ小学生だから、同じとこ押して、大体ああいうのって最後に入ってるんで、同じとこ攻めた方がいいんですよ。みんなバラバラでとか。それランダムでやっちゃったな。まあでもいい勉強になるから大人になった時まあね、はい、とんでもない額でやるよりか一個やっぱ森本さんとお揃いの靴買いたいなっていうのはちょっと思ってて、うん、ああ買いかけたよね一瞬あのはいなんかすごい安い靴買ったじゃんそうですねあれまだ履いてますまだ履いてんのもあれ何あれ何プレゼント何で靴買ったのあなたにあれなんか欲しいって言ったら買ってくれたんです。そんな気前良かったっけ？あの時もうなんかちょっとずつやっぱ仕事が増えてきてなんかでかい仕事が入ったりして、うん、でなんかこうこんな簡単な仕事でこんな額もらうのは良くないって言い出してもちゃんとがそうね神様をすごい信じ始めてる時期で、いやそんなスピリチュアル的な理由じゃないですね。まあなんか還元しようかなと思ってたんだよね。僕のやった仕事はまあこのぐらいだから、うん、それに対してのお金はこれじゃない、うんうん、で買ってくれました。なるほどね。はい。じゃあ今年はカードだな。ありがとうございます。ちょっとそのエンタメに一回してみようか。そうですね。ねうん。それエンタメは何が流せばいいんですか。いやなんかあんたはやってなかったっけ。ちょうどいいチャンネルやってるでしょ。その僕の Vlog チャンネルは今僕の現代アートチャンネルになってるんですけど。あ、そうだ。それなんかコラボできない掛け合わせなんだよ。現代アートとカードガチャ。まあじゃあ これでやりましょうか。これで、ああ、いいね。カードガチャ。そうだ、現代アートチャンネルどうなったのかな。まあ4本、5本ぐらい上げたんですけど、ね、ネタがなくなりました。え、ごめんなさい。なんか、湯水のように湧いてたまんないみたいな言ってませんでした。止まりました、水道が。びっくりしました。成長しても全然。泉でもないんで、もう水道だったの、はい、カラッカラ。あ、そう。はい。でも、森本さんがこの間ちょっと宿題もらって、うん。あの、それで考えてみて、俺も出るからみたいなこと言ってて。あ、なんつったっけ。で、あの、グラデーションっていう。あー、そうだ。で、グラデーションっていうのはちょっとまあ、考えて。うん。一個ちょっと浮かんだんですけど、うん、あのまあ、そこにしめじの太郎の家があるんですよ。太郎の、まあ、汚いんですけど、うん、でそこの浴槽、うん、お風呂場、うん、で、まあ、僕と太郎と森本さんが3人でチュッパチャップして舐めるんですよ、うん、この部屋、うん、その浴槽に入ってこう、うん、でその、まあ、僕がこう舐めてて途中でこうカメラに向けて、うん、ポメって言うんですよね。ポメポメ、はい、そしたら二人がポメって言うんです、うん、チュッパチャップ出して、うん、これをやりたいです。出ません出ません出ます。出れます。出れますじゃなくて選ばれし一人ですみたいな感じをしておめでとうございます。ちょっと意味わかんないし、なんか当選者です。一番怪しいやつじゃん。はい、当選しました。ちょっと思ってたのと違うというか、グラデーションっていうのはやっぱそのチュッパチャップスのグラデーションですね。溶けていく様子とっていうところをグラデーションに落とし込みました。まあまあ、はい、そうですね。はい、まあちょっと考えさせてください。なぜ
なんか、はい、その、はい、どうぞ。アートに寄りすぎてるんじゃないかっていう、はい、その、最初にやったやつ、はい、その、まだちょっと笑い、胴上げをさせ続けるみたいな。はい、もうちょっと思わずみんなが笑っちゃうんですよっていうので、確かにその現場の、ね、皆さん笑ってたから、あ、なるほどね、アートかける笑い、まあまあ言わんとしてることは分かるなと思ってたんですけど、そのポメに関してはちょっとそのどうなんだろうっていう、ちょっとアートすぎやしねえかって。そっか、だからもうそうか、森本さん、そうか、はい、もう見える笑いしかちょっとわからないから、そのもう想像できる笑いしか、うん、まあ基本そうだね、みんな。これがもしとんでもなく面白いちょっと笑いがあったらどうしますか。どうもしませんどうしますどうもしませんボケて突っ込んでが、こう、そうか、森本さんの笑いかって今な、みんな見てる人はあれって、うん、森本さんのというか、まあ、うん、その基本みんなの、うん、そうだから脳みそですよね、所詮。そうですね、あなたは何なんですか。脳みそですね、つばらかないでくれた。こんなさ、こんなさ、お手本のようなベタなボケやってらっしゃるじゃないですか、はい、だいぶ落とし込んでますね。あ、寄せてくれてんの、はい。インスタのやつやってるんですか。インスタはリールはリールはまあちょっと思い浮かばなくなりましたね。枯れた枯れましたね、今。全枯れ。まあまあまあ秋なんでね、紅葉と同じようにちょっと枯れて、うん、もういいおつでしょみたいなところですよね。じゃあもう春まで枯れ続けてるじゃん。まあこれに関しては咲く保証はないですけどね、春にも。はい、残念ながら。それ残念すぎるって。まあちょっとずつ、ちょっと、うん、生まれる時もあれば生まれない時も、まあまあそういうもんだからね、はい、チョイスランプってことね。今チョイスランプ小森ちゃんですね。ドクタースランプアレルちゃんみたいに言うなよはい、すいません、そんな感じですよ。でもこの間の時に、この後僕あのカラオケで2本目撮りにいますって言ったんですよ、うん、で2本目やったんですよ、うん、これもとんでもない作品になりました。へー、それこそこのポメに近いポメのルーツみたいなとこあります。すごいもの撮れました。結構再生もされてるんですか。すごい、本当に、うん、これすごいなって。アートの気持ちすんな、完全に取れました、ね、無視すんな、はい、再生回数聞いてる。再生取れてたら何がいいんですか。いや、いいだろう、だって見てもらいたいんでしょ、いろんな人に。ああ、そういう、そっか、そういう価値観ね。はい、あ、そっか。再生は、はい、なかったですよ。ない、ある、ないなの、うん、回数回数はどこだろう、うん、100ぐらい胴上げが、胴上げはもう500ぐらい。あ、いや、実際多分300ぐらいあります。登録者140人しかいないので。ああ、いいじゃん、はい、しかも15分とかです。は、あ、長さ長、いや、あれもすごい作品でした。とんでもない。どんなんでしたか。カラオケに行って、うん、室内中外で買いたいってずっと歌う順番に言い続けるっていうやつです。すごいっすね、はい、コメントは来てる。コメントはたまに来てます。へー、なめてんのかってコメントありました。めちゃくちゃキレられてるでしょなめてんのっていうコメント入ってました。それこそ僕も最近ほんとカットしてる量が良すぎて。あ、そうなの、繁盛してるの。ここでもお店でもそうですけど、うん、もう100とかのレベル、100はもう100人は言うにやってますよ、はい、マジ、うん、
ちゃ美容師やん。それってなんか人気出てきたってこと？その美容師としての人気というか、うん、まあなこと聞かないでください。なんでだよ。いやまあいいことじゃん。全然。それきついな。お願いしましょう。はい。もっとね、サプライズとか誕生日してほしいんですけどね、マミさん毎年。え？だから僕が言う場面になっちゃうんですよ。お荷物さんじゃない、そこは。そして映り方いいじゃないですか。カメラ映り。お荷物そういう気遣いできるんや。ちっちゃなとこから、そのチャンス作ってるのにも。チャンス？はい。その好感度上がるみたいな。そうです、そうです。僕がこのチャンネルで森本さんの好感度上げようとしてるのに、もう下げちゃうから。下がってたんだ。アートチャンスとかも開けてるのに。あとピンチだろ。アートにピンチってないですか？チャンスしかない。チャンスしかない、アート。胸があるな。はい、この仲良しの YouTube、うん、仲良し岸高のチャンネルっていうのがあるんですけど、やっぱそろそろ来年ぐらいからちょっと本気でやろうかってなって、まあ、ちょっと編集とか作家さんもちょっとついたりして、うん、まあ本当タイトルもちょっと、まあ、だいぶ岸高野さんとかにお願いしてちょっと決めてもらって、うん、ちょっと新しいシーズンをやろうかなと思って。なるほどね、はい。何をしていくの？まあ、だからパフをちょっと、うん、パフのなんか声とかヒステリックさを売ろうかなっていう、うん、チャンネルですね。ヒステリックチャンネル、はい、迷惑系チャンネルというか。大丈夫？そうです。大塚タンさんのコント中に、うん、僕らが入ってって、うん、なんか問いだらすみたいな、迷惑系 YouTuber みたいな。迷惑だね。ね、7人の件なんですけど、カメラ回って、スマホ回って、なんか。何々の件ですか？はい。え、その、ポツしてくれたの？そうです。え、迷惑系 YouTuber 見てないですか？あんま見ないね。めっちゃ面白いです、ね。まあ撲滅ですかね。迷惑系を撲滅。ネズミ子みたいに入ってたりするとか。あ、それは見たことある。めっちゃ面白くないですか。うん。コントですよね。結局2人ともスマホで撮り合ってるみたいな。確かに。撮らないですって言ってることが撮る。最後キャッチボールしたりとか。え？なんか。そのちょっとネズミ子グループの、うん、なんか野球のがあるから来てみたいな、うん、で野球じゃなくてちょっと喫茶店行こうとしたんで、うん、その野球でやってるそこの会員のところに突撃するんですけど、うん、そこからなんか喧嘩みたいになるんですけど、うん、とりあえずキャッチボールしようよみたいな、うん、なんかキャッチボールしなすよってめっちゃ面白いです。やっぱリアルだから面白いですよね。やらせじゃなさそうです、ね。コントとか漫才ってやっぱ作り物なんで、あれ作り物ですよ皆さん。台本とかで分かった上で見てる、ね。分かった上であれやってますからね。それは暴くチャンネルしようか。毎回コント中にトンツカさんのコント中に入ってって、これ皆さんちょっと見るのやめてくださいって。これリアルじゃない作り物でやってますよ。
台本とかあります、これ。本当に意味わかんないと思う、最初見た人。台本です、これ。え、そういう、何、ユニットコントみたいな、なりそうだな。でも、なんか交番全部出ていくんで。全てに、はい、作り物の場合ね。アドリブだったら出ていかないです。オールアドリブ？オールアドリブの場合はそれは本物ですか。お客さん騙してない。いや、いないと思うけどね。お客さん騙してた場合、僕は、お笑いの上手系、撲滅 YouTuber なんで、ちょっとお客さんを騙して、お金を取ってる芸人たちは僕が突出します。うん、まず、事務所から除外されるだろうな。そしたら事務所に突出します。無敵じゃん。無敵ですよ。無敵の人だったんだ。髪質いいな。嘘。シャンプー変えてますね。なんかちょっといいの使ってるよ、これ。あ、変えた。ほら。でもいいやつかは分からん。まあ、ちょっと変えて。ほら、やっぱ分かりますもん、髪質で。そんな変わんの？でもそんなめっちゃ高いじゃない？いや、でも全然確かに。僕は気づく、やっぱり。さすがだね。はい、髪に合ってるとかあるのか。まあそうかもしれない。ちょっとやっぱ硬さとかが柔らかくなりますね。柔らかい方がいいの？硬い方がいいんじゃないの？あー、まあ硬い方がいいのは別にあそこだけで、髪の毛は別に。マジはお前。全然あれで大丈夫です、ね。自然にしまえた指をし。それ面白いじゃん。黒光りしてますね。いや、やだな、なんか表現が、うん、もう一個思いつきたかったね、うん、今まで、うん、ちょっとあの、あ、いいよいいよ。セックス大丈夫ですか？セックスってワックスだろうな。すいません、大丈夫なしで、うん、了解です。つけないんですね、OK です。ゴムみたいに言うな、お前。ナチュラル下ネタ美容師。やっぱり立ち悪いわ。立ちはね、そういうの立ちじゃねえよ、お前。怒涛の下ネタ。はい。いや、そうなんだ。一番早いじゃん。早漏なもんで。そういうことじゃねえよ。会話ができねえって、お前。まあね、コミュニケーションなんでね、やっぱり。うん。席みたいに言うな、お前。さあ、ということでですね、あと1年、もうすぐですね、今年も、あと1ヶ月頑張っていきたいと思います。皆さんもぜひぜひお待ちしております。良いお年を。説得力ねえよ、あんだけ下ネタ言っといて。ありがとうございました。